ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。一人のサラリーマンが昼休みに新聞を読んでいた。今年も続々とノーベル賞が発表されてるな。吉野明さんがノーベル化学賞を受賞したけど、そういえば文学賞は、今年も村上春樹ダメだったか。いやー、やっぱりノーベル賞ってのは難しいんだな、取るの。でも最近なんか AI が俳句作るようになったとか、小説も書けるようになったなんて言うし、ゆくゆくはノーベル賞を AI が取るなんていうこともあるのかな。よし、今夜もあの人のところに行って聞いてみよう。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児までが集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらお下げします。マスター、どうもこんばんは。また聞きたいことがあるんで来ましたよ。でもその前、お腹空いてるんで注文していいですか。はい、メニューこちらです。何ですかマスター、この AI ナポリタンって。これせっかくだから頼んじゃおうかな。かしこまりました。これね、文字通り人工知能駆使でナポリタンを作るんですよ、だけどね、まだ開発途中なんで少しお時間いただきます。ご注文ありがとうございます。はいはいはい。で、今週も質問ですよ。近々ですよマスター、人工知能が小説を書いてノーベル文学賞を取るなんていうことはあるんですか。人工知能と文学ね。ちょうどね、この後その専門家が来るんですよ。聞いてみたらどうです。なんてタイムリーな。では今週もお願いします。では今日もじっくりお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。見習い店員、ボイスメディア、ボイシー広報の高原恵美です。浜松町で働く文化放送アナウンサー、砂山慶太郎です。はい、この浜松町イノベーションカルチャーカフェ、レギュラー化されて第3回目ですが、この番組はイノベーション、つまりビジネスで今起きているすごく新しくて面白いことが今いっぱい起きているわけですよね。加えてカルチャー、文化面でも新しく面白いことが起きていて、そういったことを知りたいんだけど結構難しいことも多いんで、その第一線にいる第一人者の方に来ていただいて、楽しく分かりやすく、でも時には深くみんなで議論して、最後このラジオを聞いて終わった後にはちょっと楽しかったけど勉強になったなということを目指している番組だということですね。はい、今週も生放送でお送りします、皆さんとやり取りしながらね、できたらいいですよね。はい、どうですか、これ先週で、第2回放送されてこの1週間なんていうんですかね、ある意味激動の1週間ですよね。まずノーベル賞をね、旭化成の吉野さんが取られて、わっとおめでたいなと思ったら大雨で、多くの犠牲も出て、非常に日本中クライムーブードになったところで、一昨日のワールドカップで、ということで、どういう風に過ごされました。目まぐるしいですよ ね。まあでも台風の中でも生放送ありましたんで。ああ、そっか。はい、なかなか移動が。すなちゃんはどうですか、あの時期ラジオでやっぱりやされてたんですか。そうですね、台風が、この関東に上陸する直前まで私生放送を担当したので、そこまでやって私は帰ったんですけど、その後引き継いだ皆さんが深夜まで特番体制で頑張ってくださいました。でもね、あの時やっぱ僕思ったんですけど、停電するとかあるでしょ、やっぱり最後の命綱ってラジオなんですよね。だからそういう意味では僕の周りもやっぱり今回改めてラジオのありがたさを知ったっていう人は結構いましたね。高山さんどうでした、この1週間。そうですね、私も台風の時は結構いろんなものを買い込んで、そうなんだ、過ごしてたりとか。コンビニ物なくなってたもん ね。すごい物なくなってたのでっていう風に過ごしたりとか、ラグビーもしっかりパブリックビューイング見に行ったりとか。パブリックビューイング行ったんですね、めちゃめちゃ盛り上がったでしょ。はい、めちゃめちゃ盛り上がりました。すごいやっぱり熱狂の、ブームになったなと思います。そうですね、この後期待したいですよね、ラグビーね、さあでは今週も始めてまいりましょう。今日のメニューです。この後すぐ株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長石山光さんを迎えして、先週からの主な経済ニュースを入山さんの解説とともにお伝えするエコノミートピックスをお送りします。続いてビジネスマンに欠かせない
話題のキーワードや専門用語を解説、専門用語を解説し知識をアップデートする浜松町ビジペディア。今日はエルシャラカーニが来た、はい、やりました。3回目の番組にして2回目の登場、はい、あのエルシャラカーニが SDGs について解説します。今日ね、初回全く尺を上げられなかったので、そうですね、軽減税率について教えてもらいましたけど、ほぼわからなかった、はい、ほぼわからなかった今回は SDGs についてたっぷり時間を使って話してもらうということですね、はい、今日はちょっと時間取りましょう、はい、頑張りましょう、はい、教えてもらいましょう。で、8時からはゲストのコーナー、浜松町イノベーションサロン、歌人の田中義明さんをお迎え、秋吉さんをお迎えし、うん、AI 時代の文学とはについてお話しします。歌人っていうのは歌に人って書いて、だから要するにあの俳句とか短歌を読む人ってことですよね、はい、うん、面白いですね。そういう方に来ていただいて AI を語ってもらうと、うん、了解です、はい、そして続きましては、ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、機動戦士ガンダムの経営学者の目線で解説します。どういった形になるんでしょうか。毎回言いますけどね本当これで聞くと全く意味がわからないですよね機動戦士ガンダムを経営学者の目線でっていうすごい話ですよね、はい、そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。はい、8時台ね、石山さんと歌人が AI をこうどういう話するんでしょうね、はい、いや楽しみですよ ねかなり深い話に行くような気もしますんで、はい、ちょっと楽しみにしたいと思いますね、はいはい、で生放送ですね、皆さんからのメッセージも募集しております、今日のテーマは好きな文学作品、小説、うん、短歌、俳句です。なかなか好きな短歌って僕ないな。僕も好きな、そもそもあんま知らないですよ ね知ってる短歌ぐらい。高山さんなんかあります？いや全然わからないです、ね、好きな俳句ってのベタなやつしか出てこない、ふりけやみたいなねだけど、まあ今日は好きな文学作品だから小説ならいっぱいあるでしょ、はいはいはい、高山さんとかあります？好きな小説。小説、うん、そうですね、あんまりないか。そうですね、ないってことが分かったねすなちゃんは？あんまり、僕すごい昔の話だけど銀のサジとか、あ、うん、もう小学校の時読んで、なんかすごいいい話だなと思った。なるほど、だいぶ、ね、昔のやつですね。だいぶ昔のやつですけど。なるほど、まあ今日はねこういうテーマなんで、多分リスナーの皆さんもいろいろこれ、はい、あのメッセージ出しやすいと思うんで、ぜひいろんな方が、はい、私こんなの好きだよって教えていただければと思います ねこういうこうところがあったね、はい、こんな部分だとかぜひ教えてください、はいはい、番組の感想などもお待ちしております。質問も送ってください。宛先メールアドレス難しくなっております。 innovation@joqr.net、innovation@joqr.net です、はい、ツイッターのハッシュタグは浜カフェです、浜は漢字、カフェはカタカナとなっておりますので、こちらのハッシュタグをつけてつぶやいてください、はい、イノベーションはもう分かんなかったら、あの検索してイノベーション英語ってやってもらえたらそれコピペしてもらえばメールアドレスになります、ね、ありがとうございます。それが出てきますね、はい、あとこの番組のフェイスブックもありますのでよろしくお願いします。皆さんからのメール、そしてつぶやき、どしどしお寄せください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お送りしています浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。ここで今日の常連さん、このそうですね、パートナーって先週まで呼んでましたけど、まあここカフェなんで、常連さんということでご紹介したいと思います、AI 関連のスタートアップ企業、株式会社エクサウィザーズ社長の石山光さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだこの番組が番組になる前のねイベント時代にお越しいただいた常連さんでございます、うんうんうん、はい、大変面白いお話をしてくださる方ですね、はい、それでは早速プロフィールご紹介していきます。石山さんは2006年にリクルートホールディングスに入社、デジタル化の推進や新会社の設立をされて、2015年にはリクルートの AI 研究所、リクルートインスティテュートオブテクノロジーを設立し、初代所長に就任されています。その後 AI ベンチャーの COO などを得て、2017年に株式会社エクサウィザーズの社長になられました。よろしくお願いします。日本の第一人者の一人ですよね。第一人者中の第一人者です、あの石山さんは。あのよく AI 関連のイベントとか出ると、もう石山さんが講演で登壇するし、実は私あのある日本のですね某政府機関の委員会で石山さんと一緒なんですよ、はい、つまり政府に呼ばれるぐらいの方だということです。すごい、が常連さんなんですね。はい、だから浜からのねありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。まあ改めてじゃあ石山さん、あれですよね、まず会社のエクサウィザーズオフィスが浜松町
なんですよね、はい、うん、まあ、そういう意味でも我々の常連さんなわけですが、うん、あの具体的にエクサウィザーズという会社で AI でどんなことをやってるかっていうことを簡単に教えていただけますか、はい。エクサウィザーズってちょっと変な名前なんですけれども、はい、そうそうそう、これどういう意味なんですか。10の18乗の達人って意味なんですね。もう全然意味わかんない最初から意味がわかんない、ね、10の18乗の達人、達人、はい、で、よくAI のプログラミングが得意な人をウィザード級プログラマーとかって言ったりするんですが、我々事業の内容が社会課題を AI で解決するっていうのをやってまして、うん、まあ、社会課題っていうといろんなこう社会課題があるんですが、その中でも日本は今超高齢社会という高齢化を迎えているの で、ね、うん、例えば介護の世界に AI を使えないかとかやってるんですね、うん、でそうすると例えば介護の達人の人もウィザードだろうということで、うん、AI の達人と介護の達人とかいろんな達人が一緒になって社会課題を解決する。それ現場で本当に熟達したスキルを持ってる方と AI を掛け合わせるっていうことをやってるっていう。はい、そうなんです。へえ。これまで具体的にこういう事業をやってきたって、今介護っていうお話ありましたけど、もう少し具体的に教えていただけますか。はい、介護でいうと例えば、普段いろんな方が介護やってますよね、はい、プロの方もご自宅で介護されてる方もいらっしゃるんですが、うん、それを例えばスマホで撮って、AI に送ってくれると、もっとこうやって介護したらいいよって赤ペンを AI が入れて返してくれると。 AI が添削するんだ。そうなんです。すげえ。でどんどん介護がうまくなっていくっていう、そういう上達するんですね、介護が、はい、そうなんです。いや、やっぱこれね、日本ってよく現場が強いって言いますけど、うん、本当にそういう現場の力を上げるために AI を使ってるっていう、うん、はい、そうなんです。いや、素晴らしいですね。すごいですね、まあ、今日文学の話もありますけど、はい、AI がなんか文学の添削をするような時代もひょっとしたら来るのかみたいな、ね、後で8時台聞いてみましょう ね、 ね、はい、さあでは参りましょう。先週から今週にかけて日本や海外で注目のビジネストピックスを解説する今週のエコノミートピックス、入山さんが今週注目したのはこちらです。気候変動リスクに各国の対応は。猛烈な雨と風で各地に甚大な被害をもたらした台風19号、被害のあった東北関東などでは昨日から警察や消防、自衛隊が取り残された人の救助や行方不明者の捜索を続けています。こうした災害や環境の変化を世界各国では経済活動とどのように結びつけ対策しているんでしょうか。まあ、よく課題解決がビジネスになるとも言いますけどね、はい、ただこの気候変動はちょっと尋常じゃないというか。そうですね、今回の台風でいよいよ我々もついにもう身に染みたと思うんですが、いわゆる気候変動ですよね。これちょっと前までの日本だとあまりこの話題出なかったと思うんですね、うん、ですけど実はこれヨーロッパとかの経営幹部とかと経営者と話すと、もう今ね出てくる話題はほぼ全部気候変動なんですよ。それくらいやっぱり人類の本当に深刻で大きな課題になっていて、で実際、まあ、日本でも今回ね台風19号大きな台風で起きましたけど、去年も起きたの覚えてます、うん、去年は9月の、4日に西日本の方ですよね、台風21号が、縦断して、あれやはり当時11名の方が亡くなって、ものすごく深刻な被害を去年は西日本を受けたんですよ。そしてあれ一過性だと思ってたら、今年もまたこういう19号の大きなものが起きて、今度は関東が被害を受けて、つまり実はこれからはこういう大きな台風が大変残念なことなんですけど、日本に毎年やってくるって考えた方がいいってことなんです。それはなぜかというと、まあこれもいろんな理由あるんですけど、ほぼ間違いないと言われているのが、地球の気温が平均して上がっているからだということなんですね。この100年でだいたい地球の気温はざっくり言うと1度上がってます。で1度っていうとなんか大したことなさそうだけど、うん、よく考えたら我々の例えば体温がね36度3分の平均の人が1年間中ずっと37度5分だったら体おかしくなるでしょ、うん、それがね残念ながら今地球に起きてきてるんですよ。でそうすると地球温暖化になって、で地球が温まってきてるんで、台風ってどうやって起きるかっていうと、海の水を吸収するんですね。海の水を吸収して台風になるので、あったかい方が海の水がいっぱい蒸発しますから、結果的に巨大台風ができるんです。ですからそれがこの 1,2 年大きな台風が来ているという理由で、ということはこの気候地球温暖化が止まらない限りは大型台風が日本にもっと来るということですね。これ大変残念なんですけど、ほぼ間違いないとも言えると思いますね。もうね、まあ、日本ではそうですし、はい、やっぱりそれをでも EU の方がもうほぼそのワードしか出てこないぐらい、はい、
会話に出てくるそうですということなんですね。はい、そうですね。でこの地球温暖化の原因って言われてるのは、まあ、これもいろんな説はあるんですが、はい、まあ、ほぼ間違いない要因だと言われているのがやはり過剰な CO2、うん、二酸化三炭素の排出で、はい、この二酸化炭素は産業革命以前というのはだいたいですね、275ppm ぐらいこう大気に出てたって言われるんですけど、それが、今ね 400ppm ぐらい、だから 1.5 倍ぐらいになってるんですよ、うん、だからそれだけ二酸化炭素が排出されると、まあ、オゾン層の破壊とか、まあ、そういったいろんな理由で、地球が温まってきてるということなんですね、はいはい、で温まったことによって、はい、世界の人たちはどういうことを考えてるんでしょう。これねもう本当に実はねいろんなことが起きてます、はい、で例えば起きてる事態としては、例えばいろんなまず作物が取れなくなってきてるんですよ、うん、特定の地域で。あとね北極の氷が溶けてきてます、うん、これ本当です。で北極の氷が溶けてきたおかげで何が起きてるかっていうと、新しい回路ができちゃったんですよ。氷だった部分が溶けたんで海になっちゃって、結果的に例えば太平洋と大西洋の間を北極を通った方が早く着くみたいになるわけです。そうする、それからそうすると鍵になる国がその北極海のそばにあるグリーンランドなんですよ、うん、そしてグリーンランドの氷も溶けてきていて、グリーンランドってあそこあのレアアースが取れるんですよ、はいはいはい、それが氷があるときは取れなかったんだけど、氷が溶けちゃったんでレアアースが取れるようになって、実は今すごい重要な国になってきてるんですよ、はいはい、だからトランプさんがこの前解体みたいな、なんでか、その通りなんですよ。じゃあなんでトランプが解体かって言ったかというと、実はもうグリーンランドをほぼ抑えつつある国というのがあって、それが中国なんです。今一説には中国がどんどん投資を進めていて、グリーンランドの GDP の 2,3 割は中国資本だとすら言われている。だそれを恐れてトランプがグリーンランド買いたいって最近言いましたわけです。なるほどなるほど、やっぱこういったことまで結びついてるんですね。はい、さあでもそれに対して日本の現状、はい、改めてどうなんでしょうか。あのですね、日本の現状は実はパリ協定というのが2015年にできまして、はい、こう二酸化炭素を減らさなきゃいけないということで、実は日本の政府というのは非常に高い目標を掲げてるんですね。他の国と比べても二酸化炭素を減らそうっていう国としては目標を掲げてるんですが、問題は民間企業がそれに追いついてるかってことなんですよ。でこれ減らすためには当然ながら、例えばいわゆる石炭とか石油、化石燃料を減らして火力発電所っていうのを作るのの稼働を抑える必要があるわけですね、うん、だけどそのためには原子力発電を本当は使わなきゃいけないんだけど、うん、これまあ使うのがいいかどうかは別として、今原子力発電使えないですから、うん、でそうするとやっぱり火力発電に頼らなきゃいけなくて、でやっぱり CO2 はずっと出したままなんですね。ですからその政府の目標に対して届いてないと。でだからもし原子力も使わないで火力も使わないなら、やっぱり新しいエネルギー、太陽光とか風力にもっともっとお金を使わなきゃいけない、うん、その辺 の、まあ、民間企業も含めた姿勢みたいなところが、まあ、世界的に見るとちょっと遅れてると言われてるんですね、うんうんうん、ですので政府プラス民間企業がどのくらいこの二酸化炭素を減らせるというところに真剣に取り組めるかっていうのがこれからの課題だということです、はい、まあ、転換点ですけどね、はい、なかなかこう舵が重いというか、そうですね、動いてない感じですよね、はい、これヨーロッパなんかではかなり進んでますんで、ぜひ日本も官民挙げてCO2 の削減、それから気候変動の対応というのは考えていただきたいということですね、はいはい、東北なんかでも最近ね、ちょっと果物が取れなくなってきてると言われてるんですよ。だからもう日本、気温が上がったから、はい、だから日本の問題でもあるということですね、はいはい、さあ皆さんからのご意見もお待ちしております。メールの宛先はイノベーションアットマーク joqr.net、 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、漢字の浜とカタカナのカフェ、浜カフェでお願いします。今週のエコノミートピックスでした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、続いてはエコノミートピックスと題して、本日の常連さんである株式会社エクサウィーザスの石山さんが、エクサウィザーズですね、失礼しました、気になる話題を掘り下げます。石山さんがピックアップしたのはこちら、ブレイブブロッサムズ全勝で一次リーグ突破。ラグビーワールドカップ日本大会で一昨日、日本が28対21でスコットランドを破り、 A 組1位で悲願の決勝トーナメント進出を決めました。次の試合は10月20日日曜日、1次リーグ B 組を2位で通過した因縁の南アフリカとの対戦となります。さあ急にラグビーなんですね、ここでね、気候変動のシリアスな話から突如ラグビーって、でもこの話はやっぱしないと ね、まあ、そうね、石山さんよく選んでくださったということですけど、お二人は見ました？見ました。すなちゃんは？僕は当日ですね、マスコナオミさんと
一緒にお仕事をして、バレーボールも見てくださいねって言われました。裏でバレーボールやってましたもんね。バレーボールも見ながらラグビーも応援しました。結構辛い立場ですね。忙しかったです。両方勝ちました。互いにそのさっきパブリックビューイング ね、はい、行ったって言ってましたもんね。僕も家で見てましてですね、実は友人を招いてみんなで見てたんですけど、もうねラグビーに興奮してるのが僕と友人の2人だけで、残りの家族奥さんとかも全員無視してるんですよ。でなんか赤ちゃんとかあやして可愛いとかやってて、あの歴史的一戦をお前ら分かってるかと。もう人生で一生に一回だと日本でラグビーのワールドカップやって、しかもスコットランドやって勝ったんだぞって、もう薄い対応でね、あ結構温度差あるなって思いながら。石山さんも応援されてされてたんですか。当日はご覧になってた。はい、家で見てました。家でどうですか、ご覧になって。いやもう最高ですね。あのテキーラ飲みながら見てたんですけど。テキーラ飲みながら。それなんか大丈夫。試合終わるまでに酔っ払っちゃうんじゃないですか。いやすごい美味しかったです。テキーラかよ。感想テキーラなんだ。え、ラグビーの感想はどうでした。はい、あのラグビーはですね、はい、あのいろいろあるんですけれども、あのまあ結構このラグビーの試合を見て、日本のいろんな経営者の人とかが、日本の未来ってなんかこういうふうに、あのいろんなこう国の人たちが集まって、あの玉石混合でこう活躍していくといいんじゃないとかって言ってたりしますよね。それよく最近言いますよね。やっぱりラグビーね、日本代表っていうのは他と違って、まあ、居住地ベースで、ね、日本に長い間住んでたりすれば、ラグビーの日本代表入れるんで、だから結果的にいわゆる多国籍チームになってるじゃないですか、だけど日本って今求められてるのがダイバーシティ、多様性だって言われてて、すごく多様性があるから強いっていうことですよね。おっしゃる通りです。そういう意味でビジネスにも下があるっていう、はい、で実はあのさっきエクサウィザーズってうちの会社の話したんですけど、はいはいはい、いろんな達人の人がいると、AI のエンジニアって日本全然数が少ないんですね。で我々の会社の場合は、実は AI のエンジニアのうちの 30-40% が実はもう外国から来てるって形になってるんです。なのであれってなんかすごい日本の未来だなっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないですが、例えば我々のような AI の会社だともう目の前に来ていて、日本の、あのコンピューターサイエンスとか IT とか AI の会社っていうのはもうあのラグビーと同じような状況になってるんですね。じゃあ石山さん、ある意味ラグビーの監督みたいな、ジョセフ監督みたいな立場なわけですね。まあそうですね。でもどっちかというと自分監督よりも試合に出る方が好きだったりするので。なるほど。じゃあマイケル・リーチに近いっていう。 ありがとうございます。嬉しいですね。敵が飲んでますけどね。ちなみにどの辺の国からいらっしゃってるんですか、石山さんの会社には。ですね、もうほとんど全ての国から来ててですね、うち の人事の採用担当は、はい、あの白地図持っててですね、あの色を塗りつぶしてるんですね。あ、この国から来たとかっていう。そうなんです、そうなんです。でロシア面積大きいから早く採用したいとか。そういうモチベーションなんで。トルコが色塗れるとシルクロードがつながるんです。関係ねえ。夢があるな。すごい面白いですね。ちなみにじゃあコミュニケーションを会社でどうされてるんですか。いろんな国の人が来たら何語で話されてるんですか。まあ、英語と日本語がちゃんぽんみたいな形になってたりもするんですけれども、まあ、あとはまあ AI なんでプログラミング言語だったりとか、あと、あの AI の日本人のエンジニアの人って、あの海外の最新の論文を読まなきゃいけないので、英語喋れる人意外に多いんですよね。なるほど。なんでコミュニケーションが成り立ってるみたいなところはあるのかなというふうに思います。僕ね、いろんなところで最近、あのいわゆるスタートアップ企業が国際世界がどんどん進んでるんですけど、その背景は世界で共通言語が揃ってきたからだってよく言うんですね。それなぜか、何かというと英語と数学とプログラミング言語なんですよ。このうちの2つぐらいできると大体世界中で働けちゃうんですよね。だまさに AI 人材ってそういう感じですよね。はい、そうですね。で特に日本に来る子たちはですね、やっぱりちょっとオタクでアニメが好きでとかって形で来るんですが、実際来てみると日本の介護とか大変だねっていうことで、日本の半分はもうクールで大好きだけど残りの半分が壊れてるから俺たちが直してやるとか言うんですよ。いい話ですよね。いい話。じゃあ結構いい子たちが来るんですね、性格的にも。今んとこいい子風ですね。ちょっとテキーラ飲んだらどうなるか分からないですけど。会社の方たちと見られたんですよね。そうですね。うちの会社はもう本当にみんな飲み会が好きで、本当に AI のスタートアップなのかっていう感じだぐらいみんな飲みに行きますね。面白いですね。あと石山さん、あれですか、このラグビーの試合をご覧になって結構 AI と通じるところがあるっていうような話をされたっていうことなんですけど、はいはい。まあ、1点目が先ほどのいわゆるその経営環境が似てきてるというところですね、はい。でもう1点目が、はい、このラグビーもですね、スポーツ全般そうなんですけれども、今 AI で画像解析して、こうやったらもっとラグビー上手くなるよみたいなこととかが支援できるようになってきてるんですね。なるほど。でさっきあの介護の世界もそうだって話しましたが、はい、例えば将棋の世界でも、あの藤井七段が普段 AI で練習をしていて、すぐに将棋が強くなって七段になったみたいな話ありますよね。藤井さんって AI と対局
してたんですか。そうです、人工知能と AI で練習して強くなったので早く7段になれたんです、うん、人間のパートナーよりいいんだ。だからまあ優秀ですもんね、 AI の方が。そうなんです。これが介護とか、うん、将棋とかラグビーだけじゃなくて、これからいろんな働き方の世界の中でも、まず AI で練習して営業がうまくなったりとか、まず AI で練習して工場の仕事がうまくなったりとか、そういうことがこれからどんどん起きていくはずなんですよね。面白いですね。僕今まで AI っていうと、なんとなく人間の助けるとか人間の無駄なことを AI がやってくれるってことしか考えてなかったんですけど、石山さんがやられようとしているのは、人間をまあより強くしたり良くしたり豊かにするためのトレーニング相手が AI なんだっていう。そうなんです。なので通称1億総富士七段化計画です例えば他にどういうのがあるんですか、その営業とか介護とか以外に、こういうの AI でトレーニングしたらいいんじゃないかみたいな。よく出るものの一個はアナウンサーの。おお、まあでしょうね、でしょうね。そうですか、すなちゃん、うん、と思いますよ。アナウンサーのトレーニング相手、 イントネーションとかですか。そうです、イントネーションですとか、すね、あるいはアナウンスっていうものも、これからオリンピックとか来ると、例えば今新幹線の中でも英語のアナウンスあるんですけれども、あ、まあ、AI に実際アナウンスしてみて80点ですって言われて、じゃあもうちょっとこう滑舌よくしてみよう、85点になるかなとか、そういうことを作ってほしいとか言われることとか、文化放送取り込んだ方がいい、取り入れた方がいいんじゃないですかこれね。取り入れる動きはあるみたいですよ。あ、本当に、はい、だんだんそういうなんかもう入れてる曲もありますしね。え、あるんですか。今その東京の方が来てましたけど、あ、そうですか、はい、その上がさらになんか動いてるみたいな話は聞きますけどね。まあ、ラジオ大事ですもんね、発音とか正確なのが、ね、特にまあこの前みたいな災害があった時なんかっていうのは、こう本当にこう原稿を打ち込むと AI がこう勝手に読んでくれてみたいなのは、確かにどの時間でも対応できるんで、なるほど、そういう AI アナウンサーがいると、まあ、ありがたいはありがたいこれですよね。今回のラグビー日本代表は AI は取り入れてるんですか、トレーニングに。ですね、前回のワールドカップからもう取り入れてたってお話結構伺ってるので、取り入れてたの、はい、もう、はい、もうそうですね、そういう話結構伺ってるので。じゃあ、南アフリカに勝ったブライトンの奇跡は AI が結構裏にあったっていう、まあ部分的には、はい、で今回 の4戦連勝ももしかしたら AI が裏にあったかもしれない。なんで今回はいろんな意味でデータもフル活用だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。これは知らなかったです ですね。めちゃめちゃ面白いですね、うん、結構スポーツの分野はいろいろ入ってきてて、うん、体操の祭典も、はい、もう間もなく AI がやろうとしてるっていう。あ、そうですか、はい、いわゆるこうもう見えない世界というか、もう高速すぎてね、人間の肉眼では見えないから AI に判定させるんだ。正確な判定は AI も参考にしながら選手の演技を採点するっていう流れに今こう動いてきてるんですよね。まあ、サッカーがね、今すでにね、ビデオ判定をするようになってるじゃないですか、うん、あれも賛否あったけど、やってみるとまあそんなに抵抗感深く僕はないんですよ、うん、ということはやっぱりそうやってどんどん入ってくるっていうことですね、うん、いや面白い時代ですね、うん。いやでもこうラグビーがそんなにこう AI と近いんだっていう、はい、いわゆるこう AI を作ってる会社の人たちがラグビーと同じ構成になってたっていうね、すごい分かりやすかった。いや面白いですね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、以上エコノミートピックスプラスでした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、浜松町ビジペディア。巷にはびこるビジネス用語を番組独自の解説で聞く浜松町ビジペディア。このコーナーは毎週レポーターにビジネス用語の独自の解説をしていただきます。その解説をアシスタントの田賀恵美ちゃんが3段階で判定して、その判定によって PR タイムの長さが変わるというルールになっております。今日のテーマこちら、 SDGs。今日は比較的張りがありましたね。張りがありました。張りがありましたね。控えめで言ってたんで。SDGs と書いて SDGs。これも最近よく聞きますよね。ね、ございますが、はい、さあ、今回この言葉を紹介してくれるのは、お笑いコンビエルシェラカーニの清和太一さんと山本志郎さんです。どうもよろしくお願いします。お帰りなさい、エルシェラカーニ。出かけてきまして、お呼びいただきましてありがとうございます。声でかい。ついつい舞台声で申し訳ない。これ今我々まだ声でかいですか。でかいです。あ、まだでかい。離れますか、ちょっと。ちょっとね、落としましょう。前回と全く同じこと突っ込まれますからね。もうね、すいません。栄えある番組第1回にエルシャラカーニに来ていただいて、はい、せっかく軽減税率の話をしてもらおうと思ったら、我々が前半で尺使いすぎてね、結局2分しか解説できないまま、結局軽減税率は何だったのか一切わからないまま終了したと。そうですね。はい、ネタの振りの段階でね、はい、カン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 っていう。そうなんですよ。ただあの後続いたとしてもずっと説明できてないん
んで結果良かったんですけど、結果良かった、未だに傷口広げなかったです。まだ僕らもう慣れてない、分かんないですね、やっぱり未だに分かんない、ね、皆さんもそうだと思うんですけど、とはいえ意外とですね、その後周りの反響を聞くとエルシャラ好評で、うん、そうですね、面白かったっていう話があってなのでね、早くも再登板ということでね、もう3回放送中2回来てもらってます、ほぼレギュラーですよ、準レギュラーです、お願いします、これからも、これからよろしくお願いします、これからよろしくお願いします。でどうですか、まず、エルシャラカーニさんの解説に入る前に、はい、SDGs って、はい、スナちゃんとか分かります？まあ最近よく新聞にも出てますんで、うん、大体どういうものかっていうのは分かりますけど、うん、はい、なんか目標がちょっと多いかなとか、はい、広範囲すぎてちょっとぼやっとしてる部分もあります、まあ、そうですね、いわゆる民間企業が掲げる大きな目標みたいな感じですよね、うん、はい、高木さんは知ってます？もちろん聞いたことはある、はい、ありますし、ニュースも見たことはあるんですけど、はい、なんか、まあ、いまいちこう何をやってるのかみたいなところが頭に入ってないので、今日お二人の説明聞けるのすごい楽しみにしてます。実際ね、僕もいろんな会社の経営者の方と交流するんですけど、彼らも SDGs とは言ってるんだけど、結局それって本当になんで、なんで大事なのってあんまりね、実はよく分かってない方多いです、はいはい、なんで今日はぜひエルシャラカーニに分かりやすく解説していただいて、ね、我々も勉強しようということですね。はい、急に壮大な振りでしたけどね。すごい振りがした感じになりましたけど、さあこれからですね、エルシャラカーニの2人に解説を聞いていくんですけど、はい、今回はですね、より SDGs を掘り下げるために前半と後半2つに分けます、はい、で前半は SDGs とは何なのか、で後半は SDGs で私たちの生活がどう変わるのか、はい、この前後半で解説をしてもらいたいと思います、はい、さあじゃあ前半、はい、行きましょうかね、はい、あ、また立ちました立ちました、やっぱ漫才師なんで、さすが漫才師、ね、はい、やらせていただきたいと思います。さあそれでは参りましょう、解説スタート、はい、エルシャラカーニです、お願いいたします、ということで頑張っていきましょうね、家から来ましたエルシャラカーニです、家から来たのわざわざ言わなくていいです、多分全員家から来てますからね、今日はね、SDGs ということで、 SDGs の紹介をさせていただきたいと思います。いやー、まあもう SDGs と言いましてもね、これパッと言葉が入って邪魔やな、お前どうした、お前邪魔やな、僕が喋るんですよ、え、お前が喋んの、当たり前じゃない、不安しか感じひんけど、喋らせてください、お前、山本さんちょっと説明してみてちょうだい、 SDGs、うん、これ略なんですよね、略ですよね、これ英語で言うと、うん、サスティナブルディベロップメントゴール、ちょっと言えてなかったですけどサスティナブルディベロップメント、ディベロップメントになってましたね、あ、そうですか、うん、そういう感じ、ディベロップメントゴールズね、そうそうそう、これ日本語で言うとですね、うんうん、持続可能な開発目標、持続可能な開発目標、こういうことです、ね、これちょっとね、パッと頭に入ってこないんですよ、この言葉でパッとイメージはしにくいかもしれない、だから分かりやすくちょっとひらがなで言うと、うん、持続可能な、いや、ひらがなで言っても一緒やねんって、分かりやすい、漢字で言ってもひらがなで言っても聞いた感じ一緒やから、ひらがなのか分かりやすい、いやいや、まあまあ分かりにくいんだったら、はい、内容を説明してちょうだい、持続可能な開発目標の、内容はですね、まあ、長めに見ていこうと、ちょっとざっくりすぎ、ざっくりすぎやから、じゃあ例を挙げたら分かりやすいんじゃないですか、あれ例分かってます僕ちゃんと、うん、例がその、うん、お金がない人いるじゃないですか、まあ例えばね、うん、その人に10万円渡しても、うん、1日で使い切ってしまう、贅沢が過ぎるってお前、10万円1日で使うな、使わないです、お金ない人に例えば1000円だけ渡しても1日でなくなってしまう、そう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 、うん、そうではなくて、そうではなくて、うん、お金でない人に100万円あげると10日を持つ、うん、だからダメそういうことじゃない、で長く、そうじゃなくて、お金ない人でもお金を渡すんじゃなくて、はい、職業技術を与える、そしたら長期的に解決する、そうそうそう、これが持続可能な開発目標ということですね、そういうことです、それを国連が2015年に決めたやつなんですよ、やつですね、ざっくりなりましたけどやつですね、簡単に、いやそれだけじゃないですよ、うん、17の目標に決めたわけですよ、17目標をこれ決めたわけです、ね、国連がね、そうそう、これじゃあいくつか紹介していきますと、あ、17これ全部は紹介できないですから、1、うん、頑張っていこう、絶対違いますよ、頑張っていこうじゃないです、一貧困をなくそう、いやいや、17の目標がさあ、あれさ、1個しか分かんなかったよ、前半で無駄な時間を使ってしまいました大丈夫これ後半挽回できんのいやー、すいません、ただまあ SDGs が何かは分かりましたよね、はい、つまりもう言った通り、おっしゃってくださった通りで、2015年の9月に国連で開かれたサミットで世界中のリーダーが決めた、まあ、国際社会共通、まあ、民間企業も一般市民も我々が達成すべき目標ということで、うん、サステイナブルディベロップメントゴールズの略称で SDGs で、で今おっしゃって、シロさんおっしゃってくださったように17個大きな目標があるんですよね、うん、はい、例えば貧困の撲滅とか、それから賄賂とか腐敗をなくすとか、それから
先ほど私がニュースで取り上げた気候変動も入ってます。はい、そうですね。だこういったやっぱり人類が共通で長い間取り組まないとこの地球がおかしくなってしまうと、うん、この社会がおかしくなってしまうってこの一緒に解消していこうという目標だということですね、うんうんうん、もうそれを全部この後言う予定やったんですよ全く同じこと。 石山さんとかどうですか、はい、SDGs 今あのエルシャラの話聞いて、いやあの S と D ですごくでかい声がと思っちゃいましたね。今真横ですもんね。すいません。はい、でもよくね17個にまとめたと思うんですよね、国連も。ね、よく頑張ったと思います。何でから見せるんですか国連に対して。まあ17目標の中にもその中にも細かく160ぐらいに分かれて具体的に挙げられてますけども。なるほどなるほど。はい、面白い。さあ、はい、でこれ後半。後半は、うん、なんですよね。SDGs で私たちの生活がどう変わるのか、うん、ということですね。ということですね。じゃあ後半、ね、はい、聞いてみましょうかね。またあの、また立たせていただきます。また立ちました、はい。お願いします。はい、さあまたあの一つ言ったところで終わるんでしょうかね。それでは SDGs で私たちの生活はどう変わるのか、エルシャラカーリの解説後半スタートです。ではそれからですね、改めてお願いいたしますと、頑張っていきましょう。ちょっと SDGs 僕が喋りますからね。あ、お前が喋んねんな。SDGs というのはこれ略なんですけどね。略ですね。英語で言うと、うん、サスティナブルデベロップメントゴールズ、うん、2回目やっと挑戦したやっと正解したみたいですね。これはね日本語で言うとですね、うんうん、持続可能な開発。ちょっともう時間大事に使えよお前。さっき言ったこと同じこと言ってるだけやん。やり直しなんです。じゃあこれから我々が何ができるのか、この話をしていきましょう。だから身近なところで言うと、身近に何ができる、できるかね。賞味期限と消費期限の違い。あ、こういうのを分かっとかないと、そこが無駄になるっていうことですよ。これ賞味期限っていうのはね、うん、これ賞味が期限が切れても、まあ、賞味期限っていうのはだからそもそもあの、うん、味が保たれてる、うん、保たれてる期間ね、うん、消費期限、賞味期限っていうのは、うん、これなんかもういつまでも食べれる、美味しく食べれるかって食べれなくなるやつ、うん、で賞味期限がなくなっても賞味期限が来ても賞味期限のままなんですけど、うん、賞味期限よりも賞味期限の方が早くなくなった方が、うん、じゃあ賞味期限が、うん、言ってるか全然分からへんねんけど、どっちが賞味期限、なんか全部賞味期限が出てきたけども、消費期限までは食べれますよ、無駄に捨てたりしないでおきましょうって。そう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 。あと食料問題で、食料問題他にもありますよ。僕思うんですけどね、うん、会社の忘年会で、うん、いつもあのなんかコース料理頼んで鍋とか残すじゃないですか。一切手つけずに捨ててるし、何回見たことありますよ。あれはやめた方がいいと思うんですよ。すごい無駄になりますからね。あれをやめて、うん、缶ビール1本買って、うん、公園飲みしました。それやめた方がいいぞお前、絶対絶対その方がいい、ね、公園飲みもっとあかんからさ。あとあの貧困問題ってある。貧困問題ありますよね。意外に日本もあるらしいんですよ。あ、日本にもある貧困が。僕ね、うん、インターネットで、ね、詳しく調べたんですよ。お前が調べたインターネットで。 そしたらね、あの、うん、日本の子供 の、うん、あの何人かに1人は、うん、あの貧困らしいんですよね。うん、びっくりでしょ。何人かによるってそれはお前調べてんたらちゃんと調べてこい。そうそう、具体的な数字出さんとすごいなって言われへんで。そこまで人分かんなかったんです。まあ子供の貧困なんかも実際日本でも起こってる話ですからね。そういう時はね、子供に声掛けをした方がいいっていうらしいんです。あ、声掛け大事なことですね。例えばそうね、あの今日ご飯食べたとかね。ああこれね、あの、うん、あれあの家賃1ヶ月負けようかとか、うんうん、え、あのライブに行くお金があるとかね。山尾さんはいつも全部お前のことやねんけど。声掛け、あー、ありがとうございました。いや、すいません、またもや最初無駄な時間を使ってしまいまして。いやでも今話聞いてると、うん、あの結構その SDGs って国連とかすごい大きな話のように聞こえたんですけど、はい、意外と我々できることがあるっていうことが今のエルシャラの話で分かりましたよね。その賞味期限と消費期限、はい、の違いをちゃんと考えるとか、はい、それからその貧困、あの、ね、貧しい子どもたちが今日本でも出てきてるから、はい、そういう人たちになんか手を差し伸べるとか、うん、まさに社会問題の解決って石山さんの会社がやってることですよね、うん、はい、まさにそうですね、うん、なのでエルシャラカーニとエクサウィザーズで頑張っていきたいなと思います。名前が入ってる、新ユニットやっていきましょう。そうですね。あと できることはいっぱいあると思うんですよ。そうですね、わかりました。なんか調べたんですけど、はいはい、大丈夫かお前が調べた問題。 おにぎりが1日にもうすごい数、だから具体的な数字を廃棄。なんでも日本では廃棄の量がおにぎりに換算したら1日1億個以上が捨てられている計算になる。本当ですか。らしいんですよ。ざっくりとした計算だと思いますけども、それぐらい無駄になってるっていうのが、いわゆるフードロス問題っていうやつですね。そうですね。それがもういろんなこの17の目標の中でもいろんなところに関わってくると思うんですよね。なるほど。そういうところから我々がちょっと少しずつですけども、うん、やっていけば何か大きく変わるんじゃないかなとは思いますね。我々の日頃の心構えと、はい、あとまあ石山さんがやられてるのと AI とか、うん、新しいテクノロジーでなんか多分解消できますよね、うん、そうですね。例えば
気象のデータを AI で解析すると、うん、あの需要が予測できますよね。そうするとスーパーの人たちがあこんなにおにぎり仕入れといたら売れないから、うん、今日雨だからとかっていうことを計算しながら、うん、あのフードの管理ができるので、うん、フードロスを AI で減らすことができるとかっていうのが言われたりします。なるほど、AI で。そうそう、 僕が考えてたやつですねそれ。いや今腕組んでるよ腕。完全に白さん考えてる。考えてます、考えてる、さすがです。はい、判定に参りたいと思います、はい。判定役はアシスタントの高弓ちゃんです、はい。今回の SDGs に関するエルシャラカーリの解説、すっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定をしてもらいます、判定に応じて、まあ、なんかちょっと時間もらえるんですよね。はい、そう、はい、ネタ時間が出てきますけども、はい。1分30秒、5秒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 なんかネタできないんですよ。5秒。この前より条件厳しくなってきます、ね、厳しくなってきますね。時間、まあ、できなかったらそれは5秒でも我々は受け入れますよ。はい、じゃあ高弓ちゃんから判定お願いします。うわー、すっきりー。お、え、すごいということは1分。おー、やった、おすごい、1分出た。優しいな。いや、ちょっと優しいな。5秒に行く流れでしたね。そうです。あの、何より我々5秒のネタしか用意してないんです。やばいやばい、それは。いや、でも、あの、一番初めの、ネタの方では、10万円とか100万円とか、単発のお金を渡すんじゃなくて、はい、スキルをつけてあげるとか、長期的に手を差し伸べられる何かを作った方、うんうん、制度を作った方がいいみたいなお話とか、うん、あと2つ目のコントの方で、賞味期限と消費期限で、はい、本当自分に身近な情報で例えてくださったので、すごい分かりやすかったんですよ。前回さっぱりだったのにね。軽減税率は分かりにくかったんですけど、今回はすごい面白かったです。 ありがとうございます。じゃあ一応1分、はい、1分、はい、1分、はい、1分か、素晴らしい、はい、楽しみに。むしろドキドキしてますね。さあ、ではエルシャラカーリのお二人、1分間お願いします。はい、改めましてエルシャラカーニです、よろしくお願いいたします。皆さん、スイカって便利ですよ。どうした急に。ヒロさん普通のこと叫び出したけどどうしたの。あのカーだったら日本全国どこでも行けて便利だなと思うんですよね。どこでも行けるわけじゃないですけどね。 そうですか。あれ地域によって名前変わるの知ってます。知ってます、知ってます。関西やったらイコカっていう名前になるんですよ。変わるんですよね、知ってます。あの名古屋だとダガヤって変わるんですよね。ダガヤじゃないよ。知ってます、はい、あの名古屋、違う違う、あれはあの東海カードトイカーになるんですよ。そう、知らないです僕。あ、それ知らない、はい。じゃあ九州何か知ってる。うまか。違うわ。だからその途中の特徴表す名前になってんすよね。確かに特徴表してる。あれ関西いっぱい行こうかって関西弁っぽくなったりね。そうそうそう、じゃあ北海道は、タラバ。カニやないか。タラバってカードあるわけないやろ、お前。奈良県、コジカ。じゃないねんって。鹿が多いですから。白井さん、白井さん、はい、今奈良県一軒だけのカードはないんです。あれ関西関東とか地域ごとです。知らないだけで今47都道府県あるんですよ。47もあんねんな。いや、知ってますもん僕。全部知ってんねんな。いや、知ってます。今全部共有ってみてくださいよ。じゃあまずね、島根県。どこだ。知らんのかよお前。島根県の情報知らんのかよお前は。沖縄は海が綺麗。2枚ありますからね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。途中で終わっちゃうし、これもね、面白い、もうちょっと聞きたかった。めちゃめちゃ面白かった。なんかネタを見たかったっていうのもあります、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はエルシャラのね、真の実力が発揮されましたね、はい、面白かったです。いや、本当なんかでも清和さんがこう熱く語るといいに、なんかこう正論をものすごい言うたびに、シローさんと僕目ものすごいニヤニヤしてる。なんでニヤニヤしてる。俺真剣に話してる。真剣に SDGs を語ってるから、ちょっと逆に面白くなって、シローさんと何回か目になぜか目が合うんですよ。いや、そういうコーナーでしょ。そういうコーナーです。確かに間違いないです。、はいはい、ありがとうございました。浜松町ビジペディア今週のレポーターはエルシャラカーニの二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた来らしてください。はい、お願いいたします。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。というわけで、あのいろいろメールやツイッターで、あの今日は好きな文学作品は何ですかということでお伺いしてるんですが、ツイッターの方ではですね、村田雄介さん、夏目漱石の心が好きです、で高校時代に課題図書として読みました。その後大学になって読むと見え方が、つまりこれ読んだ時のまあ感じ方だと思うんですけど、が変わりました。こういうのありますよね、若い時読んで今読むと全然違うっていう、この方はそれが夏目漱石の心なんですね。なるほど。もう夏目さんもね、
夏目さん中学か高校かで一応三部作あー新三部作ね ありましたね。一応押さえとこうみたいな、はいはい、とこありましたけど心読みました。心読みましたけどね、ごっちゃになってる話が、あーそう、どれが心だったかな、心まで K ですよ、 K が出てくるK ですよね確かね、が出てくる、はい、石山さん、はい、そうそう、石山さん読みました、読みました読みました、高見さん読みました、夏目漱石だと思うんですけど、最後なくなるやつですか、うん、まあまあそうですね、なんかあの心あまりちょっとネタバレになるんでね、あ、すいません、すいません、はい、読んだはずです、はい、ざっくりしてんなおい、ちょっと改めて読まないといけないですね、そうですね、もう漢字方さえちょっと忘れてますけど、そう、今この年になって読んだらきっと違いますよね、うん、そうですね、あ、読んでみよう、はい、さあそしてメールいきましょう、ラジオネームまさきさんです、ありがとうございます。私は港かなえさんの作品が好きで、港かなえさん、これまで全ての作品を読んできています。最新作の落日もたっぷりそしてじっくりと楽しみました。以前入山先生がツイッターで太田愛さんの原価幻の夏と書いて原価が良かったとつぶやいていましたので、これも読みました。 ありがとうございます。ツイッターフォローしてくれてるんですね、うん、ありがとうございます。同じくミステリータッチで最後まで味わい深いものでした、うん、そして本日のゲスト田中さん、20年以上前になりますが月刊角川で田中さんが選ぶ短歌の投稿コーナーがあり、何度か掲載させてもらっていました。すごいすごいすごい。一度お電話もいただいたこともあり、大好きな歌人様です。ご著書もすべて読ませていただいております。うわ、じゃあ多分この方今めちゃめちゃ興奮してますね。そうですね、電話かかってくるんですね。すごいですね。どういう状況なんだろう。どういう状況だったんだろうな。でもやっぱ田中さんってそういうと、まあ、当たり前なんですけどゲストで来ていただくぐらいのすごい方なんですね、きっとね。はい、ね。ちょっと8時台楽しみになりましたね。はい。はい、さあこの後浜松町イノベーションサロンゲストとして登場します歌人の田中明義さん。今のあるアーティストにすごい注目しててお子さんとライブに行ったそうなんですけど、うん、そのアーティストがちょっと文化放送とというかこの番組の並びと非常に関係があるという、本当に、はい、分かった方浜カフェで投稿してください。石山さんそして田中さんへの質問もどうぞ、イノベーションアットマーク joqr.net、 つぶやくときはハッシュタグ浜カフェでお願いします。時刻は間もなく8時です。浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、ビジネス界のトップランナーから異端児までお招きし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しする浜松町イノベーションサロン、この時間のお客様は歌人田中明義さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。なんかすごい笑顔が素敵。笑顔が素敵。歌人ってね、歌で俳句とか読む人だから、どんなにこうなんかちょっとなんかかしこまった方が来るのかなと、はい、下手すると和服で来るから、ね、はい、ものすごいラフな感じの、そうですね、柔らかい方ですね。普段は割と和服短冊ではないんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ柔らかそうな方ですね、はい、めちゃめちゃ柔らかく、めちゃめちゃ腰が低い方で、はい、早くもイメージを覆される、はい、一体どんなことな、一体どんな方なのか、すいません、プロフィールを簡単に紹介していきます、うん、田中さんは1970年静岡県のお生まれです。慶応義塾大学1年義塾大学、慶応義塾大学はね、鬼門なんですよ、今ね、考えみたいな、慶応出身者読んでやめましょうね、すいません。で大学1年生の時に第36回角川短歌賞を受賞、以後地球版奥の細道作りを目指し、世界を旅しながらルポータージュ、飛行文、絵本などを執筆されております、うん、世界で読んだ短歌が英訳され、2001年には国連和風に風親善大使にも就任されたほか、国際的な平和活動や環境活動にも積極的に参加されています。もうすごいとしか言いようがない、ね、大学1年生の時に角川短歌賞、はい、すごいですね。僕大学1年の時なんてもう何も考えてなかったですよ、ね、本当に短歌賞、短歌にはいつぐらいからご関心があったんですか、はい、高校生ぐらいだったんですけれども、はい、高校2年生の時にサラダ記念日が200万部の田原町さんのね、はい、ベストセラーという時期で、はい、で、その後田原町さんの後に反動でもうすごい上の世代の方の受賞が続いていたんですけれども、
でまたサラダ記念日が売れたので今度は多分角川書店はもう一儲けしようっていうふうに多分思ったんじゃないかと思うんですけれども、で新しい世代を見つけようっていうことでたまたま高校生ぐらいでいたやつを、受賞させてくれてっていう流れで、この時に結構影響を受けて短歌 の世界に入られて、そうですね、高校時代は、高校3年生の時に角川短歌賞の候補までは行ったんですけれども、はい、大学入試も失敗して、で1年、浪人をしていたんですけれど、はい、どうもその時に、大学入試も、合格をできるように頑張ろうと、そして、はい、角川短歌賞も受賞しようということで1年かけて、まあ、いろいろ戦略を練りながらということをしてきたんですけれども、で今高山さんが読んでくれたプロフィールの中でも本当に面白いというかもうびっくりする情報しかないんですけど、はい、まず地球版奥の 細道作りを目指して世界中を旅されてるってことなんですけど、はいはいはい、まあ、松尾芭蕉の奥の細道ですね、 あれは東北を回ったわけですけど、はいはい、地球でやろうと、はい、今から300数十年前に松尾芭蕉が日本中、まあ、はい、他も回ってということをしたんですけれども、はいはい、まだ短歌1300年1400年の歴史の中で世界200の国に全部降り立って短歌を読んだ人っていうのはまだ千数百年日本の歴史に一人もいないんですよ。いないですよね。そこの枠を狙おうかなと思ってですね。やったことすごいんですけど、うん、枠を狙うって言わなくてそれがなんかねこうやらしいいいんですよ。もう歌人っていうとですね、なんかで、大学でもまあ教員をしているんですけれども、はい、どんなやつが来るんだと、うん、どんな言葉を使ってどんなこう立ち振る舞いをするんだっていうことをよく言われるので、はい、もう必ず番組とかでは短冊が用意されていたりとか、はいはいはい、和服がのけて用意されているっていうイメージですので、はい、できるだけもう違う方に持ってこうと自分自身思いながら、はい、ちなみにこれ何カ国ぐらいもう回られたんですか。まだ半分ぐらいですかね。でももう100前後ぐらいだと思います。100ぐらい行かれてるんですか、はい、例えばどんな国でどんなのを読まれたとかあるんですか。ですね、5大陸はまず全部回っていこうと思って、はいはい、で、最近はもう近い国も回り始めてはいるんですけれども、はい、うん、20代ぐらいの頃に遠いところから行こうと、アフリカとかですね、はい、あとは、中南米とか、はい、なかなか50代60代になっては行きづらいようなところをできるだけ早いうちに行こうということで、はいはい、行っていたんですけれども、先ほどねなんかはがきのコーナーで、はい、メールのコーナーでまさきさんでしたっけ、はいはい、から、はいはいはい、もう田中さんのラジオ の、はい、あれですよね、短歌の投稿コーナー、はい、月刊角川でというところで、はい、田中さんが選ぶ短歌の投稿コーナーで何回か掲載させてもらい、はい、電話ももらったことがある、はい、多分なんか歌会をやろうとかそういう、こう、はい、企画もあったんじゃないかと思うんですけれども、はい、はい、いや、編集者の方が20年以上前だと思いますけれどもね。いや、まだ短歌界ではスーパースターなんですね。しかも今日2回目の白地図を塗る人ですよ。あ、そうだ、エクサガーザーズの人事で世界の人を今採用しようとしてて、そうだそうだそうだ、家臣の田中さんは自分で世界を行って、はい、世界を回ってということで回って奥の細道を、はい、その後どういう会話なんだろう。そうですよね、はい、で今呼ばれた短歌が英訳されて2001年には国連の WAFUNIF で、これワワニフと読むんですか、ワフニフです、ワフニフと読むんですか、ワフニフの親善大使に就任されたりとか、これ、はい、国際的な平和活動もされてる。そうですね、世界中を回った時にこうあまりにも路上生活の子どもたちが多いとか、あとはやっぱり今日の課題でもある、こう課題というかテーマでもある、環境問題とかですね、であまりにも世界中から緑がなくなっていたり、はい、社会科の授業ではこう、大自然って言われているようなところが、はいはい、実際降り立ってみたらもう干上がっている川とかですね、そういう現実を見てきたものですから、であと、紛争もすごく多かったので、はい、で、短歌で言うと、寺教会モスクの形は変われども捧げる炎の色は変わらず、寺教会モスクの形は変われども捧げる炎の色は変わらずっていう、なんかこう世界を旅しながらもういろんなところで紛争、うん、戦争だっていうような場面にたくさん遭遇したんですけれども、でもなんかこう人間の共通項ってないかなっていうのを思いながら、はい、なるほどね、まあ、そんなことをしながらだったんですけれども、石尾さんどうですか、はい、田中さんの印象は。いや、もう全くこんな人が来るなんて思ってなかったまさかのねびっくりしましたね、はい、さあ、で、まあ、先ほど7時の終わりなんですけどね、
あのお子さんと一緒にライブを行かれて、はいはい、そう注目してるアーティストさんがアーティストがその文化放送に関係する人が、はい、もう大好きでもうアフリカでもライブをしてほしいですし、はい、ヨーロッパでもライブをしてほしいですし、はい、もう世界で活躍してほしいなというふうに思うんですけれども、はい、どなたでしょう、はい、それが、この、横並びですかね、はい、をやってらっしゃる未来文化ビレッジの金曜日のパーソナリティをされてる岸洋介さん。あ、そうなんだ。もう僕も大好きなんですけれども、息子が今6歳で、はい、息子が最初に岸さんのライブに行った時が4歳だったんですよ。そんな前に4歳の息子をあんなに歌で釘付けにさせるアーティストがいるのかと。へもう、当時テレビ朝日の戦隊もので、はいはいはい、サソリオレンジというのをやってサソリオレンジ旧レンジャーですね、はい、宇宙戦隊旧レンジャ ー, ジャー、ね、はい、サソうちの息子も見てましたよ。あ、本当ですか。サソリオレンジなんて言いましたっけ、はい、サソリオレンジもう尻尾があってですねそのサソリオレンジが、息子も大好きで、サソリオレンジが岸さんだったんです。はい、岸さんがやってらっしゃったん で岸さんは今、ね、この未来文化ブリッジの企業枠やってるんですよね、はい、すごいことになってます、ね、すごいな、ね、まあ、番組の並びとしても こうね、そもそもね、イノベーションカルチャーカフェとサソリオレンジが並んでるんですよ。何なんだこの番組、ね、それでイノベーションですよ、はい、確かにこれイノベーションでごまかす傾向があるんですよこの番組便利な便利な便利ワードです。そう、はい、そういう、まあ、田中さんと一緒に今日やっていきたいんですが、はい、まずはですね、まあ、最近の、まあ、ここにですね、まあ、あのでこう AI の専門家も加わってという、はい、まあ、どんな話になっていくのかなんですけど、はい、最近の、まあ、AI 人工知能と私たちを取り巻く環境や関係、まずはご紹介します。すで、はい、に AI は私たちの日常生活において、スマートスピーカーだったり音声認識ソフトで、ビジネスの現場では投資などに使われております。さらにマイクロソフトの元 AI 女子高生リンナが歌を歌ってメジャーデビューをしたり、人工知能が作った小説が星新一賞の一次審査を通過したりと、人の感情に触れる芸術分野にまで進出しております。はい、はい、ではここからは AI 時代の文学とはというテーマでお話しいただきます。うん、じゃあまず最初に田中さんから、はい、まあ、その歌人としてこういった AI の登場をどう考えているかと、はい、ということからお伺いしたいと思います。はいはい、あの実はですね、ここに短歌年間というもう短歌界のいろんな雑誌があるんですけれども、はい、その中のもう老舗中の老舗、うん、平均読者層60何歳かじゃないかと思うんですけれども、はい、その短歌年間の、昨年度の特集も、座談会の特集が人工知能は短歌を読むかと、本当だ、表紙に書いてある、 AI も短歌を読むのかと。で、文学賞、星新一賞の一次審査を通過したっていう話も出てきますし、はい、あとは、2016年ぐらいですかね、AI のロボットを東大に合格させようっていうプロジェクトがあった時に、偏差値57ぐらいまでいったそうなんですけど、 AI が偏差値57までいった、はい、でも国語だけが50を超えなくて苦戦をしていたっていう話があって、そういうようなこともこの短歌年間でもう60代70代80代90代のおじいちゃんおばあちゃんの短歌雑誌でも AI が特集されるような時代になってるんですよね。なのでもう、はい、あの実は短歌界でも遠い話ではなくて、すごくもう身近にというふうに私は考えているんですけれども。面白いですね、石山さんもずっとうなずかれてますけど、はい、どうですか。いや、びっくりですね、はい、短歌年間人工知能は短歌を読むか、はい、組み合わせもありえないですよね、はい、今面白いのがその点は東大の試験をやらせると国語が一番 AI 悪い、そうなんですよ、国語が苦手ってことですね、はい、ということは逆に言うと短歌もきっと AI はどっちかというと苦手だっていうことですか。はい、いや、ただですね、あの、まあ、技術の進歩もあるんだと思いますけれども、はい、あの私の周りでももう後輩、大学の後輩がメール実は僕返信してませんと、全部 AI で返してますっていう後輩がいたりするような。え、どういうこと。え、もう AI に任せちゃってるんですか。 AI、はい、AI で返信させてるっていうのを、AI の会社をアメリカで立ち上げた、まあ、社長なんですけれども、今日本に帰ってきて、もう実はそういうこともできるんですよっていうのをこうキャッチボールしてくれるんですよ。そんなことになってるんですか。はい、なので実はすごく私は使えるんじゃないかと。もう AI は短歌、まあ、歌人から見て文学者の敵ではなくて、はいはい、うん、チームメイトになりうる存在なんじゃないかと。すごいこと言ってる。もう私は実はそんな風に思ってるんですよ例えばどういう風にして歌人として AI と関わっていこうっていうのがあるんですか。はいはい、多分
分ですね、俳句とかこういろんなジャンルでも研究は進んでいると思うんですけれども、石川啄木風短歌みたいなとか与謝野晶子風短歌とか、なんとか風っていうぐらいの作り方だったら実は AI ものすごく得意だと思うんですよ。データベースを片っ端から入れていけば、上の句五七五を、こういうふうに読んだとしたら、七七を石川啄木風でお願いします、和歌山牧水風でお願いしますみたいなこととかっていうのは AI 実はものすごいことできるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、先ほどもあれですよね、星新一賞が AI 取れるかって話、あれも星新一の小説をいわゆる AI にデータ読ませるって言いますけど、ずっとデータを読ませて星新一っぽくすると AI が書けるっていう、それが俳句でもできるんじゃないかっていう、短歌でも、俳句短歌でももうすでに研究も進んでいるようなんですけれども、私たちもですね、短歌1300年400年、ものすごい世界のこうデータベースが必要とされている中でですね、例えばリンゴって言ったら、リンゴは1300年間にどう読まれてるのかっていうのがデータベース化されて出てきたら、もうこんなに便利なチームメイトはいないと私は思ってるんですよ。石山さんいかがですか？ですね、まず先ほどの東大の入試の話で国語の点数が低かったってあったんですが、これ世界的にはもう課題が解決され始めていて、そうなんです、国語克服、国語、まあ、世界的には国語っていうとどこの国の言葉になるのかって、話があるんですが、いわゆるその言語的な部分の能力が飛躍的に伸びまして、東大以上の偏差値の大学にも入れるぐらいの人工知能の能力にグローバルではもうなり始めてるっていうのが、この 1,2 年でも一気に伸びたっていうところがありますと。でそれからさっき言ってたこの数百年のこう歴史の中にあるデータなんですが、例えばこの前自分は高野山で、講演してくることがあったんですけども、今高野山で講演頼まれるんですか？いやそうですよね、またなんか、一応繰り返しですけど日本の AI 界の高野山石山さんは面白トークばっかりやってる。でも高野山がそれに関心を持ってるってことですね、AI にね。で高野山が何をやってるかというと、高野山の中にあるその1000年分くらいのいろんな古文書とか、手書き文字がいっぱいあるんですね、でそれを画像解析をしたりとか自然言語処理を使って解読しようというのをやっていて、そうすると昔の人がどういうことを考えてたのかみたいなことがいっぱいわかるよねって。なるほど。でも結構今近いですよね、田中さんおっしゃったことと。近いと思います。万葉集も4500集あそっかってですね、万葉集からいくんだ、令和の時代の語源にもなっていますん で、ただ万葉集も実は、日本の国書と言われますけれども、実は日本語でだけ分析しようとしても解析しきれないところもあると。古代になるので実は韓国語で読んだ方がとか、他の国で読んだ方が実は読みやすくなるっていう研究もあるんですよ。なのでアジア全体の当時の言語状況とかをこうちゃんとやっぱりリサーチした上で4500種読む必要があるっていうふうに私は思ってるんですよ。なのでその分析解析にはやっぱり一人の人間の80年100年の人生ではとてもまだ到達できないことがあるかもしれないので、もっともっとそういうデータベースとかに関して AI とキャッチボールをすごくしたくてっていうふうに私は思っているので、例えば田中さん、それでどういうことを知りたいっていうのですか？さっきリンゴの意味っておっしゃってましたけど、そうですね、大体ですね、短歌ではこう本歌取りっていうのがある。本歌取りね、五七五を、有名な作品としてあった時に七七だけを違う人が自分の味わいを添えて七七を加えていくっていうものがあるんですけれども、でそれが時代によって誰がどんな風に変えていったのかっていうすごく微妙なところではあるんですけれども、 AI というよりは私にとっては巨大なデータベースを持ったチームメイトというか巨大な仲間というかですね、本当にもう古文書の分析は仕事上やんなくてはいけなかったりもしますし、あと短歌っていうと皆さんは国語の教科書で出てくるものっていうイメージがあるかと思うんですけど、実は戦国時代の、例えば徳川家康とか、織田信長も、豊臣秀吉もいろんな人たちが伊達政宗も短歌を読んでるんですよ。なるほど、であとは幕末の志士と言われている、いろんな人たち、吉田松陰は有名ですけれども、坂本龍馬も西郷隆盛も、いろんな人たちが実は短歌和歌を読んでるんですよ、でそういういろんな人たちが何を思っていたかを分析しようと思ったら国文学だけやろうとしていても
見出しきれなくてですね。なるほどね、はい、そこに実は人工知能の力を借りると借りたら、はい、きっと短歌と俳句って一番感情とか思いが乗るものだから、はい、古文書とかよりもむしろいいかもしれないっていう、はい、そうですね、あのなるほどね、歴史界で今若手でトップランナーと言われる磯田道文さんも、はい、磯田先生ね、歴史の勉強をしようと思ったら本当は和歌を読むのが実は一番だと思ってるんだけどっていうことを言ってるんですけれども、めっちゃ面白いですね。なかなか歴史学者でも和歌を全部読み切れる人がいるかっていうとそうではないので、うん、その大きなコラボレーションをしようとしたときに千数百年歴史と短歌のコラボレーションを考えたときには AI 人工知能が実は壮大なものを埋め合わせてくれるんじゃないかと、大きな千年の大航海を一緒に AI と共にしたいなっていうふうに私は考えてるんですけども、歌人の発言とは思えない歌人、スケールが広がりましたね、めちゃくちゃです ね、 ねいや最高面白いわ、すごいです、もう本当に何千年という時を、はいはい、いわゆる、ね、本当に数千年前の人たちの気持ちを、はい、AI を使って教わることができるかもしれない、はい、これ、ね、ですよね、本当にうまくやったら柿の本人丸が何考えてたか分かるってことですよね。そうなんですよ、大友のやかもち当初行きたくなかったなみたいなのが分かるかもしれないってことですよね。出てくると思います、さき森の歌、まさにそう、遣唐使行きたくね、さき森八個嫌だよな、はい、みたいな、そうですね、大変だよみたいな話はきっと出てくると思うんで、多分ただあとはそれもまた検証もしていかなくてはいけないと思うんですけれども、はい、実は AI と文学ってもうかけ離れた遠いものではなくて、もっともっとコラボレーションしうる、あの先ほど将棋の、藤井さんのお話をしてくださってましたけど、はいはい、藤井さんのおばあちゃんも短歌を読むという話を聞いてますんで、今度は藤井家のおばあちゃんと AI のコラボレーションとかも起こったら面白いんじゃないかなと思うんですけれども、短歌やりたくなりましたね、ぜひぜひぜひ、はい、織田信長のように、ように家康のように気持ちを残しておく和歌でってことですよね、はい、今日エルシャラやってよかったなっていう気持ち短歌に載せたい、ちっちゃい出来事だなさあこの後、まあ AI でどんなことができるのか、並びに、まあどんなコラボレーションができるのか、はい、まあ、文学とともにこの後も考えていきたいと思います。一旦お知らせです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、今日は AI の価値をお届けする、ね、ということになっています、はい、というわけでまた改めて田中さんと石山さんからお話を伺いたいんですが、石山さんずっと田中さんのお話横でもううなずきまくってましたけど、いかがですか、まあ、一番面白いのは昔の人がめちゃくちゃ短歌読んでたってことですよね。だから昔の偉い人が今女子大生がインスタグラムを投稿するみたいな形で短歌をいっぱい読んでた、そういうデータがすごいいっぱい残ってるってことですよ ね、はい、すね、なるほど、あ、そういう感覚なんですね、昔の人にとってはインスタなんだ、はい、いろんな時代時代があるとは思うんですけれども、はいはい、特に万葉集の頃はインスタだったような気がしますね。なるほど、万葉集インスタなんだ。天皇家から本当に一般の庶民の人たちの10代までっていうところですので、なるほどね、はい、SNS だと思います、まあまあ、要するに承認欲求とかそういうやつですね、自分をこう出したい欲求みたいなのが、今写真のあの技術があるからいいけど当時ないから、はい、それを短歌とか短歌和歌でやってたっていう、はい、31文字で残しながらと、だから本当女子高生がインスタに載せるように、はい、安倍総理がインスタ出すように全くで皆さん和歌を、はい、やってたっていうことですよね。なるほどね、これどうですか、今日そのご専門は短歌とか和歌っていうことなんですけど、はい、他の文学作品と AI、はい、まあ、最近で小説とか、はい、まあ、漫画なんかも文学で取られると思うんですが、そうですよね、はい、あの落語も多分古典を踏まえながらっていうものもありますので、はい、まあ、落語漫才とかのお笑い系もいけるんじゃないかと思うんですけど、個人的にはでもやっぱり行ってほしい世界がですね、どこですか、やっぱりミュージカルとか、ミュージカル、あの映画とかこう立体芸術って言われるような、はい、あの文学はまあ平面的だとしたらですね、はいはい、もっともっとそこに音楽の要素もついたり、うん、あの照明の要素がつくとか、はい、こう立体空間の中で、2次元ではない3次元4次元行って
くようなものっていうのを AI のフルハーモニーのようなもので進めてほしいなっていうふうに私は思うんですけれども、うん、石山さんいかがですか。いや僕実は歌うのとかピアノ弾くの趣味で自分で音楽の AI 作ってるんですけど、はい、まあ、すごい。でスマートオペラプロジェクトっていうのをやってるんですよね。スマートオペラプロジェクト、これはどういうことかというと自分がファーって歌って、はい、ファでモーターが動いてドでモーターが止まるとかそういう制御ができるんですね。おすごい。それ何がいいことなんですか。もともとはジャズのピアノトリオを自分がピアノ弾いて、はい、まあ、ドラムとベースの人がいないので、ピアノ弾くだけでその残りの2個をAI がやってくれるっていうので自動的にセッションができるとやってたんですが、はいはい、まあ、ちょっとそう思うと寂しい人かもしれないんですけれども、そこからさらに次のステップでオペラ全体を自分が歌いながら他のものが勝手に動くっていうのができないかなと。そうか、はい、自分が歌手をやって、はい、でも周りの演奏全部やってくれるっていう超一流の AI 軍団でっていう、はい、言葉とか体の動きのジェスチャーとかあるいはその音程でモーターの制御ができるので全部動かしたり光らせたりすることができるわけですよね。あ、そうかそうか、そういうことか、はい、なので今田中さんが言ってくださった世界も、はい、今までできなかったような操作とかあるいはそのシンクロナイズするような形で、うん、ミュージカルをするみたいなことができるようになる可能性は高いと思いますね。もう今やってるってことですもんね、はい、確かに。田中さんいかがですか。いやもうきっとこういうコラボレーションのようなものが当たり前になってくると思いますし、うん、AI ってもう決して特別なものではなくて日常生活でもすごくもうある種物書きにとっての文房具のようなペンとかと同じぐらいのもので使い勝手のいいものになるような気がするんですよね。面白いですね。高江さんどうですか。 AI でミュージカルですよ、はい、すごいですよね。なんか AI って仕事を奪うみたいなネガティブな、うん、イメージありますね。イメージがすごいあったんです、はいはいはい、で私たちみたいな若者どうなるんだろうみたいな、はい、やっぱそれ不安なんだ若い人たちは思ったことは、はい、あったんですけど今お話聞くとクリエイティブになんかこうもっといろんな可能性が広がるんだなっていうふうに思ったりしました、はい、ものづくりをしたい人たちから見たら、うん、もっともっとその可能性を広げてくれて、うん、すごくもうセッションのしがいのあるすごく究極な、 なんか、感性を耕してくれるマシンのようなところはあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、漠然としたイメージですけれども、うん、なので例えば、はい、今ですね、65歳以上の、2025年だと、5人に1人でしたっけ認知症とか認知症予備軍とか、はいはい、そうですね、そういうふうに言われていく中で、はい、うん、すごく実は五七兆とかも認知症予防にいいんじゃないかっていう医学界も注目してるようなんですよ。そうなんですか、はい、なのでいろんなこう特労というか、養護施設みたいなところとかのところにも、老人ホームにこそ AI とかをどんどん入れて、うん、おじいちゃんおばあちゃんの短歌とかを添削したり一緒にキャッチボールをしたり五七五を AI がお題のように出してそこにおじいちゃんおばあちゃんが七七をつけていくとか、うん、そういうなんか医学界的な、まあ、先ほど介護っていう話もありましたけれども、うん、コラボレーションができたりとか、うん、なんか文学ってこう特別な教科書の中にだけあるものではなくてもっと日常生活を面白くこう喜怒哀楽を楽しませてくれるものだったんじゃないかなと思いますんで、文学ってやっぱり僕みたいなど素人がするとやっぱちょっと遠いんですよね。なるほど、身近な小説は分かるけど、はい、文学ってなった時短歌ってやっぱりちょっと抵抗っていうかもう手に届かないみたいな感じがあって、はい、でも今田中さんのお話はむしろ昔はみんな、ね、アインスタのように短歌やってたわけ で、はい、でね、AI が入ることで、はい、むしろすごい我々の身近なものに戻ってくるんじゃないかっていう。そうですね、すごくなので、AI のいろんなものがこう文学にとっては細胞のようなというか、いろんな AI がもたらしてくれる知識の細胞っていうものをどう文学に生かして最後は調理できていくかっていう、また今度は書き手の腕の見せ所みたいなところにも返ってくると思うんで、だから結局書き手の方は別に仕事まさに高見さん言ったように奪われるわけじゃなくて、はいはい、腕の見せ所が増えるっていう、一緒にコラボレーションしたいですし、もう文学賞をどんどん AI に受賞してほしいと私は思っていて、そこに負けないぞと、今度は生身人間チームとして芥川賞とかノーベル文学賞とか世界で一緒に競い合ったら、はい、まあ、そういう共存の仕方もあっていいんじゃないかなと。すごい、敵ではないと思います。壮大ですね。壮大ですね。いや、田中さんのこのエネルギーがすごいな。僕は歌人という方は非常に物静かで、はい、ね、そういうイメージありましたよね。縁側に座ってね。そうですよ、お茶をすすりながら。さっきのエルシャラカーリとそんなに声量変わらないですよ。確かに変わらないですか。
石山さんいかがですか、田中さんの。そうですね、さっきあの高見さんが AI って仕事を奪いそうで怖いって言ってたんですけども、はい、その論文を一番最初に書いた先生が、最近人間側は AI ができないこういうクリエイティブな能力があるからこういうことやった方がいいよっていうのを論文にしてるんですが、その中のですね1個がですね戦略的学習力っていうんですが、あのまさに田中さんがやってる枠を狙うってやつなんですよね。で枠が与えられたら AI は強いんですけど、どの枠を狙うのかっていうのって AI って決めれないんですよね。なるほど。なのでもう田中さんはそういう意味ではもう本当に、まあ、AI 世界一周過人枠なんて狙うわけないですからね。そうですね。なるほど。もうだから知らぬ間に AI と生きるための生き方をもうしてたっていう。してたってことですね。結果そうだったかもしれないですね。うん、でも多分あのいろんな時代のですねこう文学者、先ほども、はい名前が出てきましたけど夏目漱石とか、はい、多分今この時代に生きてたら AI とどう遊んで格闘するかっていうのを楽しんでいたと思いますし、夏目漱石もやってたんじゃないかと、きっと森外にしてもですね、多分皆さんその楽しみ方をあのの達人になりうる人たちだったんじゃないかなとも思うので、一緒になんかもう日常を21世紀をワクワクさせてくれる仲間が現れたと思えば楽しいかなと思うんですけど、その先ほど田中さんがおっしゃってくださった、はい、まあ、歴史上の偉人もみんなインスタのように歌詞を、はい、あの歌を短歌を読んでいたという本がこれなんですよね。はい、はい、日本史を動かした歌という、毎日新聞出版から出ている本なんですけど、サンデー毎日という週刊誌で233人の歴史上の人物の短歌を一生懸命古文書からですね、探しに探してもう本を読みまくったってあのやっと本にまとめたんですけれども、確かに僕今96ページ開いたんですけど、うん、豊臣秀吉の短歌がある、はい、そうなんですよ。この人が読んでるの、次のページ水戸光圀ですよ。水戸光圀こう短歌うまいんですよ。そうなんだ。そうなの、はい、知らない。あ、石川啄木、親鸞、はい、すごい、はい、元織宣長、そうですね、すごいですね、いろんな人たち、夏目漱石から NHK の大河ドラマに出てくる人は大体短歌を読んでると思って。本当だ、伊藤博文、二戸稲造、野口英世、はい、お札になってる人も大体短歌を読んでますんで、岩倉具視、福沢諭吉、本当みんな読んでるんですね。そうですね、はい、はい、そうか、これちょっと読もう。さっきすなちゃんもう写真撮ってましたから買う気満々ですから、すいません、はい、買うと思います、私も買おうと思います。はい、で、この本ですが J キャストニュースブックウォッチにも書評が掲載されています。読みたい本と出会えるブックウォッチには LINE 公式アカウントの友達数が47万人を超える超人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。はい、まあね、歴史をするにはさっきこの和歌を読むのが一番いいんだって話がある、うん、はい、まさにそういう本ですね。はい、はい、日本史を動かした歌、毎日新聞出版から発売中です。浜松町イノベーションサロン、この時間は歌人の田中明義さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で独自の分析をします。今日紹介するのは機動戦士ガンダムですが、キーワードは何でしょう。はい、キーワードですね、ズバリランバラル年齢詐称疑惑。どういうことですか。まあちょっとそれを理解していただくためにですね、はい、その世界観に浸っていただくためにこちらを聞いていただきましょう。ニュースマスターズ時代からのファンの皆様、長らくお待たせいたしました。懐かしのですね、若者を置き去りにする40代50代限定のアニメソングコーナーって昔ニュースマスターズという番組でやってたんですが、それを復活させようということで、懐かしのアニソンですね、劇場版機動戦士ガンダム2愛戦士編の挿入歌、井上大輔さんで愛戦士をまずお聞きください。温度差がだいぶね、まあ、いろいろありますよ。ありますね、はい、暑くなってる方は暑くなってると思います。はい、というわけで、じゃあ、まあ、なんで
はい、この曲かということと、ランバラル年齢詐称疑惑ってどういうことかっていうことなんですが、この、愛戦士というのは、機動戦士ガンダム、もう我々の、まあ、40代にとってはもう最高、間違いなく最高峰の、まあ、ロボットアニメ、はい、でその中でも、まあ、大ヒットしたのがですね、この愛戦士編という、まあ、機動戦士ガンダム2という映画なんですが、うん、この挿入歌がこの愛戦士で、まあ、すなちゃん覚えてるでしょ、はい、このジャブローという、ね、ジャブローこう連邦の基地のところにジオン軍のモビルスーツ、はい、ザクとかグフとかドムがボンボン降りてくるわけですよね、はい、で連邦の基地を攻撃する、はい、まあ、その時に流れるもう超しびれるわけですよ。でこの映画の、まあ、主人公のアムロのある意味最大のライバルの一人がランバ・ラルという、まあ、おじさんなんですよね、はいはいはい、まあ、私と同じ40代の方は皆さんよくご存知だと思うんですが、ちょっとランバ・ラル知らないよって人はすぐですね、検索していただければすぐ出てきますんで、うん、でね、見た目というのが、まあ、それ見ていただくと分かるんですけど、ものすごい渋いおじさんなんですよ、うん、ひげを生やしてね、覚えてるでしょ、すなちゃん、覚えてます、もうなんかこうブランデー持ってね、うん、こうなんかガウンとか着てそうなおっさんじゃないですか、うん、どう見ても見た目50代なんですよ、はいはいはい、ところがね、この人公式設定を見ると、うん、ランバラル、なんと何歳だと思います、まあなんかだチャールズ・ブロンソンでしたっけ、あれぐらいの渋さは感じます、チャールズ・ブロンソン的でしょ、的な感じで40から50ぐらい、せいぜいそうでしょ、はい、実はね設定35歳なんですよ、ちょっと若いな、渋すぎんな、35ですよ、自分が35の時何してたかって考えたら、うん、とんでもなく老けてるんですよね、確かに、で実はこんな貫禄ないっす、はい、こうやって見るとですね、これランバラルだけじゃないんですけど、昔の日本のアニメの主人公って予想外に実年齢若くて老けて見えてる人たちっていうのがいっぱいいるんですよね、例えばサザエさんに出てくるアナゴさんいるじゃないですか、うん、アナゴさんわかります、高見さんわかります、わかります、何歳だと思います、アナゴさん、アナゴさんこそ35ぐらいじゃないですか、そうですよね、まあ30、40ですよね、設定ね27歳、いや27には見えないっしょ結構、ね、あんな渋い声で、はい、もっとね強烈なのいきますよ、ルパン三世の銭形警部、銭形ですよ、石山さん銭形何歳ぐらいだと思います、42ぐらいじゃないですか、ね、まあ、でやっぱ40代ぐらいです、うん、まあ、元気な40代って感じですよね、銭形の設定は29歳、いやー嘘そしておいしんぼ、はい、おいしんぼの山岡志郎ね、あのおいしんぼグルメ漫画のね、うん、はいはい、あれの特に最初の頃に出たのものすごい老けて明らかに30代なんですけど、うん、彼はやっぱり設定が27歳、なかなか、はい、この意外と若いっていう並びですね、そうなんですよ、なんでこれね、実はこれ私が持ってる仮説なんですけど、はい、今日本人全体が特に年配の方を中心に、まあ、この健康ブームとか美容ブームの影響で我々が昔持っていたイメージより圧倒的に若く見えるようになってきてるんじゃないかなと思うんですね、なるほど、当時はこの年代ってはこういう外見だったけど、そうそう、だから当時だったらランバラル30半ばって言ったらまだ納得できた可能性あるんですよ、うん、だけど今は30歳ってもう40代でも若く見える時代なんで、っていうことなんじゃないかな、なるほど、だから今の人が昔の作品を見ると、はい、あれこんなおじさんなのにこんなに若いのって思ってしまう、で逆にね、今の若い人たちが見るアニメ見ると30代40代の人ってめちゃめちゃ若いんですよ、うん、設定が見た目が、だからやっぱり日本人がね見た目が若くなってるんだと思うんですね、なるほど、そのギャップがあるからランバラルが50代に見えちゃうっていうこれ結構面白い問題で、だからやっぱり日本 その今産業的にも健康とか美容とか伸びてるじゃないですか、うん、で一番分かりやすいのは美魔女ブームですよ、そうそう、まあ、足立海なんてね、いまだにセーラー服着ても可愛いわけですよ、確かに当時と変わらぬ、はい、美魔女コンテストとかもできましたもんね、そうですね、という世相を表してるんじゃないかということで、はい、止めました、経営者目線、はい、以上ビジネスに役立つ経営者の漫画アニメ解説でした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、さあお送りしてきました浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。まず来週のお知らせです。プロ野球の日本シリーズの中継のため来週の放送はお休みとなります。次回の浜カフェ再来週10月29日となります。ね、日本シリーズ巨人とソフトバンクなんで両方ともドーム球場ですから、はい、雨天中止がないんで来週はもう絶対日本シリーズがあるということで、はい、我々は再来週皆さんとお会いするということですね。ぜひ、ね、また聞いていただきたいんですが、質問、来てます。豊脇さんから、AI が
芥川賞などを取ることはそのうちありえますかっていう質問なんですけど、ちょっと田中さんいらっしゃらなくなっちゃいましたけど、石山さんどうですか、 AI 芥川賞取れるのか、はい、これありえると思います。ありえる。ただし、さっき田中さんが言ってくださった通り、人間が AI を使いながら人間と AI と一緒に芥川賞を取るみたいな形になると思うんですね。共同受賞みたいな。共同受賞で、さっき田中さんが言ってくださった通り、使い方の幅っていうのはすごくあるので、うん、どれだけこう文学的に AI が使えるか、それは芥川龍之介の本を入力して芥川龍之介っぽいのが出るとかじゃもう全然つまんないわけですよね、うんうん、そういう意味では使う側の文学的なセンスが AI の使い方にも求められるってことになるのかなと思います。なるほどね。 AI を文学的なセンスを持ちつつ AI もうまく使うっていう。使う、そうですね。なんかやっぱり新しいね、やっぱり成長した人間だっていうことですよね。まあいろんなパターンがあると思って、例えば盗んだバイクで走り出すってありますよね、はいはいはい、バイクってテクノロジーですと、うん、でバイクなかったらあの言葉が生まれなかったわけですよね。なるほど。じゃあ盗んだ AI でどこに走り出すんだって話面白い。じゃあはい、私の方はメールをね紹介したいと思います。ラジオネームみっくんさんからいただいてます。ありがとうございます。私の好きな文学作品は松本清張さんの点と線です、うん、中学生の時に表紙につられてつい買ってしまったのですが、その時はとても難しくて読むのが大変でした。電車の時刻表を使った推理小説で最後まで読むとなんか気持ちよかったですといただいてます。どうですか、推理小説松本清張、うん、読みました。読みましたっていうよりかドラマで見たかなっていう方がなんか多いかもしれないな、うん、推理小説っていうのは AI で作れる、そのうち書けるようになるものなんですか。結構書きやすい気がするんですけど、文学の中でもどっちかというと推理トリックに AI を使ったものが増えるんじゃないですかね、うん、あ、トリックの中にね、はい、でもそうすると AI だと結構何でもできちゃうから、トリックとしてはね、ずるいよっていう風になっちゃうかもしれないですね、うん、なので一般的なディストピアじゃないものを描けるかっていうところにまた文学的なセンスが出てくるんでしょうね。なるほどね、面白いですね。でもなんか AI 文学は本当にその作る人の能力を AI がこう倍か、うん、何倍もこう能力を広げてくれるっていう、なんかそういうイメージなんですね、はい、いや今日それが本当に学びでしたよね、うん、高山さんも言ってくれましたけど、 AI は我々の仕事を奪うんじゃなくて、むしろ我々の友達で我々の能力を高めてくれる、その代表が文学だっていうことが本当に今日よく分かりましたね。はい、お時間です。ここまでのお相手、入山明恵と高原恵美と石山孝と文化放送アナウンサー砂山慶太郎でした。いやー、今日のお客さんもユニークだったな。常連さんの石山さんも歌人の田中さんも AI で作品作るっていうことにあんな思いを抱いていたとはもう意外だったな。お待たせしました、 AI ナポリタンです。お、来た来た、いただきます。何ですかこれ、麺パサパサ、具はウインナーだけですし、普通あのピーマンとか玉ねぎとか入ってないですか。あ、すいません、先ほども申し上げた通りまだ開発途中なんですよね。その辺のクオリティに関しては徐々に良くなっていく、つまり浜カフェ的持続可能な開発目標ということで勘弁してください。あー、 SDGs でごまかした。いやー、もう分かりましたよ。じゃあお代は半額の400円でいいですよ。400円、まだちょっと高くないですか、この味ですよ。分かりました、じゃあ1円で結構です。特別ですよ。急に1円ですか。はい、物の価値について考えてもらおうかな。いやもうその話は先週聞きましたよ。1円ちょうどお預かりします。ありがとうございました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回は10月29日火曜夜7時から、皆様のご来店をお待ちしております。